探索が楽しすぎてね、やらかしてしまいました。皆さんこんばんは、スフィアリアです。今回もね、ダイイングライトを遊んでいきましょう。はい、ということで、まあ収録ミスをねしたっていうわけではないので、そんなにね、あの大事のことではないんですけれども、探索がね楽しすぎてアイテムをね集めまくっていたら、なんかねメインイベントが発生してしまいまして、右上の空中投下ですね、アンティジンの瓶を回収するっていうイベントが発生しちゃって、でこのゲームオートセーブなので、なのでそのイベントがね発生したところはもう見れないんですよ。どんどん先に進んでセーブしちゃうので、なのでまあそういうところでちょっとやらかしたよっていうお話ですね。それとあの前回の収録から1週間ぐらいね間が空いているので、前回ねあのどんな感じだったか覚えてないんですけど、多分ね武器とかも変わってると思うんですよ。で今持っている武器っていうのが、切り裂き機ですね。はい、こういう武器なんですけど、先端になんかくるくる回る刃がついていて、で絵が長いので結構リーチがある武器ですね。これねあの結構壊れやすいんですけど、まあまあ結構使いやすくていいですね。そこにちょうど敵がいるので今から使おうと思うんですけど、その他にもナイトクラブっていうね電気と炎のこういうパイプとかも作ったりとか、あとはもう壊れかけのレンチキスですね。これもねあの斬撃属性なので強いんですけど、まあさっきの切り裂き機に比べたらあの絵がね短いので、ちょっと戦うのには不向きっていうかね。であとね、探索していたら銃がね手に入ったんですよ。これあの弾はねあのなんか生成できるのかわかんないんですけど、今4発しかないんですけどね、実際にちょっと撃ってみますか。ちょっともったいない感じではあるけどね、狙えるかな。これ外したらマジでもったいないからね。よいしょ、 OK、 やりましたね。強いね、一撃でやれちゃいましたね。で他にもねあの爆竹となんか高品質の手裏剣とか、あとは爆発性手榴弾とかねいっぱい作ってあります。でねスキルとかもちょっと集めたりとかしてて、これわかるかな、なんか矢印みたいなの出てると思うんだけど、あーこっからだとちょっと無理だな。2体同時にね投げれたりするんですけど、まあそれはまた別の機会にやりますか。そしたらじゃあ、一通りの説明、あもう一個あるか。スキルもですね割り振っているので結構ねあのなんか増えたりしてます。はい、ライトドロップ、落下の衝撃を 50% 緩和、あいいですね。ライトドロップにしとこうか、高いところから落ちても平気なやつね、これにしておきましょう。で他にもいろいろとね覚えたりしていて、前回どこまでやってたか覚えてないんだけど、ドロップキックっていうのと、あと、このスライディングですね。まあ、この辺は多分前回も覚えてるような気がするんだけど、っていうところかな。はい。なんか説明忘れてたらごめんなさいね。プラスチック。いや、本当にね、このアイテム集めるのが超楽しい。じゃあ、せっかくじゃないや。メインイベントをね、進めていきましょうか。どっから降りんだ、これ。こっから行けるかな。よいしょ。じゃあ、この切り裂き機の力を。やった?敵いるね。どうしようかな。気づいてないか。じゃあ、開けましょう。お、ありますね、物資が。Crane here. I'm about to recover an antizin drop. Good, Crane. This offers us a new strategy. Time to turn your attention to Ryze. Listen closely. It's very possible that Ryze is our man. So if you find an airdrop containing antizin, destroy it. What? Why? It will force interaction with Ryze.
You can go under Brecken's auspices as an ambassador, if you will. But there are civilians depending on this stuff. Our plan is focused on the greater good. Remember that. Jade, I'm at the airdrop. There's no Antis in here. Done? Fuck! Fuck! All right. Get back here and be careful. The nightmares are awake. Don't let them see you. Oh, shit. They must have heard me. なんかとんでもない化け物がいますね。さて、では、なんか追ってきているので逃げましょう。これ初めてやるんでね、ちょっとうまくいかないかもしれませんが、よいしょ。さあ、高いところを登って、どうしたらいいんだろう。とりあえず上に行けばいいのか。上に行って逃げましょう。いろいろとね、喋りたいことはあったんですが、よいしょ。登れない。ほっ、お、かわしたか。やりましたね。はい、ということで、ちょっと危ないところなんですけれども、危ね。さっさと行きましょう。これダメか。銃で撃ったら爆発するかな。で、さっきのライズじゃねえや、GRE ですね。まあ、言ってることはわかるんですよね。わざと交渉させるために、アンティジンを、ね、こう、捨てるっていうのは、まあ、わからないことはないんですけど、でも、すごくひどいですよね。バレた。やばい。さっさと逃げましょう。危ない危ない。危ない危ない。痛い痛い痛い。痛い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 。早いな。ボラタイルが早すぎる。さっさと逃げましょう。やばい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 。ライトを使いましょうか。よいしょ。危ない危ない。安全地帯なら大丈夫か？巻いたね。オッケーオッケー。喋れねえな、俺。喋れねえぞ。とりあえず、さっさとタワーに戻りましょう。いやー、ボラタイル危険ですね。回復して、よし、さっさとタワーに戻ろう。これは危ない。初めてやったけどちょっと怖いね。これは逃げられない。よいしょ。はい、さて無事にタワーまで戻ってきましたね。いやー、危ない。ボラタイル怖いですね。そのうちやれるようになるのかな？お、夜間のゲームプレイ。夜間は、スピードポイントとパワーポイントが2倍になる。すごいね。経験値2倍か。それは素晴らしい。夜の探索もやりたいね。なんだけど、とりあえず、報告しに行きましょうか。ちょっと落ち着いて喋れなかったね。さて、タワーに戻ってきたわけなんですけど、まあちょっと、ね、情報の整理をしましょう。さっきね、なんか、話すあれがなかったのでね。ということで、まあさっき GRE はですね、ね、アンティジンが亡くなれば、ライズと交渉せざるを得ないっていう状況を作って、相手のライズの、ライズと接触する機会を作るってわけですね。なんで、まあ、アンティジンをさっき、GRE の命令で捨てたんですけど、まあ、やっぱりね、このカエルとしては、主人公としては、やっぱりこのタワーの人たちがね、困っているのを知っているので、寝せたくないっていう気持ちもあったっていうわけですね。はい。説明下手なのでね。なんか、うまく伝わらなかったかもしれないんですけど。
まあ、そういうことですね。お、いっぱいあるね。もらっていきましょう、これ。いいね。お金1300円。なんかあんまりいいものないな。うん、サバイバーセンスあげればね、なんかこのケリケット用バットとか買えるんだろうけど、まだ無理ですね。なんかね、あの GRE もあれですよね。なんか変な組織だなっていう風に見えますよね。なんかね、大義のために動いてるっていうんだったらね、もうちょっとこうちゃんとした対応をね取るべきだと思うけどね。なんかね、GRE 自体が黒幕なんじゃないかなって思いますよね。なんか見てる感じだと。これでいいのか？Brecken, come on. I mean, we need Antison. I know, but buying from Rise, you can't be serious. For God's sakes, I'll go. I'm not scared. Absolutely not. We've discussed that already. We didn't discuss it. You just decided that I'll go. Are you serious? Well, this Rice guy has never seen my face before. Clean slate, right? Could you guys give Crane and me the room, please? You sure you're up for this? It has to be done, doesn't it? Well, I'm not gonna argue. Race's place is over here. Just find out what this will cost us and come back in one piece. ブレッケンは絶対悪いやつじゃないよね。だってあんな優しい目をしてる人はさ、ねえ、なんか、そんな悪いことする。ことないと思うもんな。やっぱライズの方がちょっと問題だと思うわ。で、品揃えが増えたの？かっこいいな、これ。短い骨取り用ナイフ。短いのか。なんか、あれだな。あ、そういえばなんか言ってなかったっけ、あなた。あ、202号室は終わったの？なんか、開かないとかなんとかってね、言ってたような気がしたけどね。さて、では、降りますか。夜の探索ちょっと楽しみだな。じゃあ降りましょう。Brecken is so desperate he's ready to deal with the devil himself, Rise. And since I'm supposed to determine whether or not Rise...さて、そしたら、ライズのところに向かっていくんですけども、その前にですね。Can you hear me? Jade? Yeah, I copy. Something wrong? No, no, it's, Listen, Crane. We all appreciate what you're doing. And I know you're doing it to redeem yourself. Because Amir died saving your life. Look, I'm doing it because if we don't get Antizin from Rise, people will start to die.You know, I met Amir right after the outbreak. I didn't know him for that long, but he was the best, most decent man I've ever known. But I just want you to know that I don't blame you. Amir knew the risk. And Crane, we know that you too are taking a risk to do this for us. Look, Jade, we'll talk when I get back with the Antizin, okay? Okay.はい、ということで、ライズのところに向かっていくんですけども、なんだあれ、なんかやばいのいるな。あれはボラタイルなのか。いやー、まずいな。表に出ることは難しそうだ。透過物資？透過物資が届い、あ、朝になりつつあるな。あ、ボラタイルだな、あれ多分な。朝になってきてるよね。
投下物資ちょっと見に行くか。危ないけどね、ちょっとね。でもちょっと地図を見ながらゆっくり行きましょう。バレないように、音を立てないように。よいしょ。危ない危ない。地図を見ながら動いていきましょう。投下物資はあれだな、あれですね、あれなんだけど、なんか近くにボラタイルの反応、あれか、反応があるんでちょっと危険ですね。どうしようかな。そしたらじゃあ爆竹を使うか。あーでも爆竹使ってもダメだな、誘導はできてないね、そんなにね。よいしょ、上に上がっていきましょう。あら、この上なんだけど、ボラタイルもいるしな。これ届かないよね、困ったな。この上なんだけどな、どうやって上がろうかな。よいしょ、 OK、 こっから上がっていこう。よいしょ、よっとっとっと、危ない危ない、この上だよな。あったー、ありましたね。初めてイベント外でのフレア、いいですね。いやー近くにいるな。 OK、 取れた。さてボラタイルが来てる、痛い、逃げます。危ない危ない、巻いた？巻いたか？巻いたのか？怖い怖い。一回ちょっと帰ろう。危ない。逃げ切ったみたいだね。そして、グッドタイミングで、ピッキングがある。ちょっと開けよう。いや、ボラタイルがうろついているところで、開けんの怖すぎるよな。いいね、ガス缶とクルセーダーってのが手に入りましたね。向こうか、こっちですね。いやーボラタイルがうろついてるな。こっちか、タワーに向かっていこう。おっといる、あっ違う、ここじゃない、いた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 、危ない危ない。よいしょ、あ、安全区域か。危なかった。いや HP 結構持ってかれるな。よしで、レンチキスは修理できないのかな、見てみよう。あ、修理できない、レンチキスダメか。で今回ちょっとやりたいのがちょっとグダグダになっちゃってんだけど、ですね、ちょっと安全区域で話すか。やりたいのがあって、よいしょ、危ね、そこにいたな。これさ、朝にできんのかな、朝まで待つ。なるほど、寝ると朝になるんだ、素晴らしい。いいですね。で、やりたいのが、やりたいのがね、この、クエストの、ブライトマウンテントンネルっていうのがあるんですよ。これストーリーじゃないんですけど、これがね、災害物資を入手できる、災害物資と、それから、まあいいや、行っちゃおう。災害物資とね、それから、いろんなこう物資が手に入る、なんか、なんて言うんだろう、ダンジョンみたいなところがあって、
で、そこをね、動画外で一回やったんですよ。なんですけど、すっごい難しくて、行き止まりか。それをね、今回ね、皆さんにちょっとお見せしたくて、それをね、ちょっと今回やっていきましょう。はい、ということで、ブライトマウンテントンネルにやってきました。ここね、以前に、これ開けたような気がするんだけどな。一発で開いたわ。なんか入ってる？あ、いいですね。で、ここね、一回ね、なんかイベントで見たことあると思うんだけど、難易度難しいってやつね。これを今からやっていくんですが、これがね、マジで難しくて、このね、爆発性の手裏剣とかが結構必須になってくるんですよ。まあ、実際にやっていきましょう。はい、ということで、ブライトマウンテントンネルなんですけど、こんな風にね、本当にダンジョンみたいになっていて、で、災害救助用品をすべて回収ということで、報酬が2500円ということですね。で、これ、地図にさ、右上になんか黄色く表示されている、なんかあれがあると思うんですけど、これ開けると、中に、アイテムがあったりして、これね、自分も美味しいんですよ。いろんなアイテム手に入るんで。で、ここに災害救助用品っていうのがあるんで、これが、必要なんですね。うん。やった？俺、強くなってるな。これですら倒せなかったんだけどな。で、爆発性の手裏剣にして、いるね。はい。OK。OK、やったね。こいつがね、こいつがやばいんですよね。はい。うん。爆発性の手裏剣で、OK。あー、きついな。OK。動きの速いやつだけやれてれば、いいんですよ。うん、あとは大丈夫かな。で、他にもね、いるので、あ、ほらね、こんな風に。いた。あと危ね。他にもいるか？動きの速いのだけでも止めたいんですよ。どこにいる？ほら、こんな風にね。おっと。どこにいる？わかんない。危ない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 。あ、いた。おっと。おっとやるね。今ので死なないか。こいつらは本当に強いんですよね。おっと。オッケー。やれたかな？動きが速いのだけでもやれないと、本当にね、やばいんですよね。これこれ。こいつね。はい。うん。よいしょ。そこら辺の雑魚はね、どうとでもなるので、これだね。これをなんとかする必要がある。よし。やれたかな？で、この下にありますね。救助用品が。おっと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 。OK。あ、これですね。はい。これが二つ目。よいしょ。で、上に登って、まだいるかな？強いのが多分まだいるので、多分ね。あ、ほらほらほら。はい。OK。もう一体いると思うんだけど、はい。危ねえ。おっと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 。まだ死んでないか。危ない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 。登って登って。やった？死んでないな。うん。で、もうなくなっちゃったね、手裏剣が。
あー、これいくらやっても出てくんのかな。これだとするなら厄介ですね。うん、ならさっさとアイテムの回収しちゃいましょうか。さて、じゃあアイテムの回収しちゃいましょう。これかな、これ開けて、じゃあこれじゃない、来てるな、こっち側か。うん、これ開けて、よいしょ、中入って、これですね。はい、おっと、危ない危ない危ない、さっさと逃げましょう。よいしょ、はい、ここかありますね。これで、4個目と。で、あと1個なんですけど、あと1個が 17m ですね。武器が切り裂き機を使っているね。バレてるかな。おっと、危ね。 17m なんですけど、どこだ。いるね。いてて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 、これじゃないな。まぜ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 、よいしょ、危ねえ。危ねえ。オッケー、よいしょ、上がって上がって、待って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 、よいしょ、切り裂き機にして、あと1個、あと1個どこだ、 55m、 あと1個取りましょう。急げ急げ、走らせて、あと1個、 55m、 ここか。あー、ピッキングだ。ピッキングはちょっとやってらんない。くっそ、どうしようかな。ピッキングはちょっとやってられないので、バレてないか。やば、向こう側に集めといて、ここ開けますか。これ開けらんないな。いや、ダメだダメだ、もう一個はちょっと集められない。無理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 、これは帰りましょう。これはダメだ。よいしょ、これはちょっとね、アイテムもね、無駄になりかねないので、帰ります。いや、やりきっちゃえばいけんのかなって思ったんだけどな。残念、これは無理、帰ります。あれは開けらんないっすね。なんかやり方があるのかな。いやー、難しかったですね、ここね。とてつもなく難しかった。やっぱりここはね、美味しいんだけど、なんか、アイテムとかもね、なんか。なんだけど、やるにはちょっとまだ早い感じですね。武器とかもね、なんか、打撃系じゃなくて、なんか、ね、ナイフとかね、そういう、なんか切り裂く系の武器じゃないと、うん、厳しいですね。さあ、では、これね、さっきの災害救助用品っていうのを入手したら、危ない。危ないっていうか、もはや食らってるけど、需要係に届けるんですよね。そうすると、ん？そうすると、こっからじゃ登れない。これだ。ここのね、上にいる、最初のこの人ですね。この人に届けるんですよ。うん。そうすると、おお、いいね。そうすると、経験値がもらえたりとか、あとは服をもらったりとかすることができるので、うん。
まあ経験値も手に入るしね、いっぱい敵がいるからあそこあのダンジョンみたいなところね。はい、ということでまあ時間もいいぐらいなんで、まあ今回はこの辺にしておきましょうかね。これでまたあれですね、動画界でまたアイテムの回収がはかどりそうですね。ちなみになんかね、あれなんですよね、なんかやってる感じ、一回拾ったアイテムもどうやらリセットされてる臭いので、おっと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 、コメントがもね拾ったんですよね。よいしょ、これも開けたはずなんで、あーやっぱ開いてないね。どこだっけな、この辺かな。うん、なんでまた動画外でね、あのアイテム集めておこうと思います。お、軍事用ショベル、いいですね。で、あれですね、こういうやつは手に入れたら、ガス管とかを、解体すると。こういうのね。そうすると金属になるので、これでまた、いっぱいね、なんだっけ、名前が出てこない。ピッキングの材料とかになったりするので、なるべくね、パイプとか、そういうのも入手しておいた方がいいというわけですね。うん、刃物とか。ちなみに、レンチキスは、未だに直せないのか。どうやったらこれ、おっとね、直せんだろうな。多分、なんか専用の、アイテムみたいなのがあんのかな。うん。じゃあ、時間もいいぐらいなんで、この辺にしておきましょう、マジで。もう探索楽しすぎてずっとやっちゃうんでね。はい。ということで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価、通知の Twitter、インスタなどなどよろしくお願いいたします。それではまた、次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。